はい、前回の続きでございます。なかなか終わんないんだよね、ゲームオーバーに。肉終わったの？肉あったのかな？ココア、タバコ、チーズ。チーズ工場を作ろう。チーズはどこかな？こっちにね、いっぱい育ててんだけど、こっちじゃなかったっけな。ヤギとかさ、この辺にいるんだね。まあでももう土地がないからね、こっちか、こっちだね。こっちにしよう。レジデンテが弱い者いじめを好まないのは皆さんご存知の通り、相手が巨大勢力でもそれは同じです。レジデンテはこう言いました。今後貴様との貿易はなしだ。パイナップル、非超大国の輸入やってみよっかな。輸出がさ、一つもないんだけどさ。ドミニカがあら、魚。ドミニカ、貝。ベネズエラ。船買ってみるか。ふざけるな。栄光ある数十国が負けるなどありえない。何かの間違いに違いない。冷静に進んじゃうんだ。戦争は終わりましたぞ、プレジデンテ。反逆罪に当たらなければあなたに注するところです。プレジデンテ、プレジデンテ、戦争が終わった今、我々は何を考えるべきか。政府はこう言います。考える必要はない。
よくわかんないな。わかんないけど適当。ちょっと時間を止めて。まずね、スパイ養成学校を作らないといけない。あと大使館をね、いくついるんだろう、大使館。大使館いくついるっけな。わかんねえな。いくつか建てとこか適当に。ブラン、ココア、チョコレート、バナナ、ラム酒、宝石やろっか。缶詰肉、宝石やろう。宝石は金が取れるところで。
これを戦争とは大使館やらなかったか。プレジデンテ、同志たちが浮き足立っています。どうしよう。暗号化された指令を読んだ後は焼却し、少々よろしいでしょうか、プレジデンテ。ゴミ処理場ってどこだっけ？ゴミ処理場。子供博物館。戦争が終わりましたぞ、プレジデンテ。ついにあなたの無限なる偉大さを世界に見せつけるチャンス。私、興奮に震えております。世界中の著名な建造物を拝借するなんて偉大な指導者しか思いつきません。私など頭にもよぎりませんでした。検問。検問所。荷物は送りました。理解したならおとなしくしていてください。なんかやろうとしてたの忘れちゃったな。 ゴミ処理場。ゴミ処理場ってどこだっけな。インフラなはずなんだけどな。違うな。これだ。
ココナッツ、ニッケル、バナナ、プラスチック、布、板材、缶詰、船、プレジデンテとのお仕事はどんな時でも嬉しいですね。プレジデンテ、我々の軍事力には欠陥があります。核ミサイル、核ミサイルなんてどこやんだろう。これ探すのがねめんどくせえんだよな。核ミサイルなんてないよね。これか。あとは金がないからできない。デモが始まったって放っておこう。今消防署が欲しいな。でもお金がないからいいや。どこだっけ核ミサイル。核ミサイルどこだっけな。金がないのか。なんだっけ、あとこれ、これもお金がない。伝達です。どうしよう。この通信の安全を確保してください。なんとか法、なんとか法、どれだろう。まだ
これ立ててないのか。極秘のスパイ基地建設の噂について当局はこれを否定しました。次のニュースです。プレジデントの個人コレクションを集めたハイセキュリティな美術館が完成いたしました。ちょっと待ってね。追放しない。どこでもいいのかな。どれでもいいのかな。これよ、4回やった後に月面着陸。35,000円かかる。ちょっと時間が来ちゃったんで今回はこれ終了。